こんにちは。ねえ、もうスマホスタンドがなくってないかっこ壊れたなんですけど、そのせいでガチャンガチャンしてしまって、待って、どうしよう、どれで支えたらいいの。いや、もう買えって話なんですよね。わかる？それな。もうほんと最悪。やっぱ。何これ。え？あ、コントローラーですね。コントローラー。どう？パワー。はい、すいません、ほんとすいません。というわけで、そうしろ、スマホスタンドがない代わりにコントローラーを2個後ろに置いてやってます。いて、というわけで、ちょっと待って、こういうさ、コンセント抜いたりする行為とかもちょっと iPhone が揺れてしまわないか。え、というわけでですね、今日は初めての、メイク配信をしていきたいと思います。あーあー、はい、完全すっぴんなんですけど、はい、はい、ちょっとだから今日メイクも何もしてません、何もしてません、というわけで、何もしてませんというわけで最近の私の髪の毛のやり方とか、まあお顔の作り方とかちょっとお伝えしていきたいと思います。まずはヘアアイロンから。こちらですね、私は非常に髪の毛を、染めておりまして、非常に髪の毛を染めておりまして、こう180度とかでアイロンをね設定してしまうと、ちょっと髪の毛がチリチリのチリになってしまうということで、160度に設定してアイロンをしていきたいと思います。はい、私結構すいません、あとそうですね、最初にお伝えしていきたいと思うんですけど、現在なんか順位7位、私もっといい配信を、リアリスナーさん、私もっといい配信をしたいイベントに参加させていただいております。はい、あ、またこの、もういいや、これ黒いもやかっこコントローラーなんですけども、はい、上の順位目指して頑張っておりますので、どうか応援していただけたら、ディアリスナーさんとか、ディア親愛なるリスナーの皆さん、はい、なんか1位とかになると、スマホスタンドがもらえるみたいで、はい、はい、親愛なるリスナーの皆さん、どうか、コメント、各種よろしくお願いいたします。はい、ランキング上位になるとこの黒いもやが取れるようになりますいいタイミングだったはい、というわけで、まあ、髪の毛やっていきたいと思います。なんか私毛量多いんですけど、毛量多い系の女の子たちにおすすめなのが、こう Amazon とかに売ってるドラゴンクリップっていうのかな、
ドラゴンだったかワニだったか、すいません、ドラゴンかワニの二択なんですけど。やべ、ちょっとどっこいセット、はい、これをねを挟んでゴザを止めるわけ、適当にピッて、このそうするとこれね、マジであの普通のピンと全然違くって、これこうやって押さえたらねマジ落ちないんですよ、ほらなんかこうシャラシャラ落ちてくることないんですよ、このだからあのブロッキングって言うんですけど、そう分けてちゃんと綺麗にアイロンしたい人はマジでおすすめのアイロンと間違えました、おすすめのピンです。失礼しましたと、はい、腰が落ちました。というわけで今日は内巻きにしていきたいと思います。最近髪が伸びてなんか内巻きがなんかまあこれぐらい短いいや これぐらいの時はなんかまあ髪が短いこともあってか、まあ、自分の顔とか骨格っていうか輪郭っていうかそんな感じで内巻きが、ね、あんま似合わなかったんですけど、なんか髪がこれくらいに伸びてからはいい感じに内巻きが似合うんじゃないかなって自分で思っちゃってて、どう？その長さにその髪色に内巻きとか最高、本当？でもこの髪色もキープするのがなんかすごい大変で、もう紫みがあんまり、紫色に染めたんですけど紫色より、待って、なんか首痛い。痛っ、肩こりすごいんですよね。はい、というわけで今日さ、暑い。あ、チンアナゴ。なんでこうブロッキングした止めた髪の毛をこう出しつつ、でもさ、ヘアアイロンってさ考えた人天才じゃない？髪だねえ、髪熱当てれば言うこと聞くんだみたいな、考えた人すごくない？最初に。感謝だよね。よし、こっち側が終わりました。なんか本当はもっとうって言って内巻きにしても、鼻がね最近いい機能がついたということで、鼻噛めるんですよね。なんか、
鼻の調子が悪くて反対もこのワニワニさんで、あれ？また止めていきたいと思います。はい、判定側をね、なんか私髪の毛の流れなのか寝癖なのかわかんないんですけど、マジでこっち側めちゃめちゃ寝癖つくんだけど、こっちはなんかそんなことなくって、なんなんだろうこれ、これあるあるなんかな、なんかやっぱ寝癖つきやすい方向とかってやっぱあったりするのかな。みんな私絶対こっちに寝癖つくんだよね。だからこっちめんどくさいんだけど、だからこっち側は早くなんかだいたいアイロン終わるんだけど、あ、寝方？寝方？ねえ見えない、後ろ晴れてるこれねえねえ後ろ見えないやっぱ晴れてる、ないか。私合わせ鏡ってやり方よくわかんないんですよなんかどうやったら合わせ鏡になるの、なんかよくわかんなくて、なんかだって大変じゃない？だって美容師さんはさ、美容師さんが持ってくれるじゃん、後ろで。でも私は持てない。持てんのかな？だからいつも後ろ側は、なんかこうやって、まあ、こう、うねってないな、みたいなのを、こう感触して、感触で確認、触診して髪を、まあこれはって、して OK。だから今日もこれで OK です。じゃあまあ見てもらおう、みんなに。ちょっとこれなんかちょっとこの内巻き芋っぽいんで、もうちょっとふわっって言って巻きます強めに内を巻く時の声掛けっていうのが実は一番大事で、あ、声を消すの忘れてました反対側はい、嘘800ということでまあそういう日もありますよね、誰しもそういう日があったっていい
適当なこと言っとくと本当にファンが減っちゃう。本当にみんなリアリスナーさんということで、だいたい髪の毛はこんな感じで、何ですか？何ですか？そう、何ですか？そう今からメイクするくて、手汚れちゃうから一旦こんな感じでスタイリング剤は後でつけたいと思います。おい、なんだこの羽、よいしょ。はい、そんな感じでそんな感じで、これからメイクしていきたいと思います。まずこちら化粧水です化粧水ですこの化粧水ですを塗っていきたいと思います思います、はい、私はねコットンとかめんどくさいから素手にこの化粧水をなじませて、このエリクシールの化粧水は薬局に売ってますね。高いコーナーです。実は化粧水を、なんか最近沖縄に行ったおかげさまで、おかげさまですっげー顔の肌が傷んだんですよ。カサカサの傘になってしまいまして、ここら辺、こことかこの辺がカサカサになっちゃったんですよ。そう、でも日焼けしちゃって、まあそういう夏があったっていいと思ってもう割り切ってるんですけど、まあもうどうせね配信だし色味ごまかせんだろうっていう正直な感想だし、まあ外出るときはマスクしてるしみたいなリングライトと照明でもうどうにかなんだろうっつう気持ちでねはい、っていうね、まあね、まだまだマスク社会ですから。あー、6位になったー嬉しい、ありがとうございます。あ、5位まであと8万9000ポイントでかとお大丈夫かな、私のスマホスタンドなんだったっけ、それで、なんだったっけ、何の話したっけ。あ、そうそう、だから日焼けは多分してて、腕とかもちょっと黒いんですけどなんで帰ってきてアームカバー買いました多分順番は逆で多分順番逆なんですけど、帰ってきてからアームカバー買って、帰ってきてから買いました。まあまあでもね、まあ別にこれからも夏は続きますよということで、 To be continued ということではい、まあ反省を生かすということはすごく大事ですから、うん、ね、さらに焼けるよりは対策する
方が大事ですから、まあ、逆だったっていうのはすごく自分でも分かってます。はい、ということで今のったのはすいません、また事後報告や、エリクシールの同じシリーズの化粧水と乳液を塗りました。バーしょうもなというわけで、この化粧水と乳液はなんか可もなく不可もなくって感じ、いい意味で。なんかこうすごくシンプルな乳液と化粧水かなって感じだから、こういつ使ったっていいみたいな感じで、こう重たすぎもしないし、かといってちゃんと保湿力もあったりするんで、なんかすごくこう使いやすいパターンのパターンのいやかもあるわ別に、いい意味でね。そんな感じで、これ初めて見せます、化粧したり初めて見せます、ナーズのラディアンスプライマー、こちらをね使っていきたいと思います。はい、これはないんですよまずこうやって振って中身を下に出しますはい、はい、こんなですね、これぐらい、まがたまこういうのピピピピって取って顔に塗っていきます。でもこういうこうみずみずしいタイプの下地 で私顔色Fランクなんですよ顔色がとてつもなく悪くて、すっぴん土みたいなんですよね本当に。なんでこういうピンク系の下地を使って顔色を明るくしていきます。はい、なんかすっぴんでさ顔色いい人とかって本当に羨ましいんだよね。鼻かゆいんだけど鼻かゆいんだけど、いや鼻かゆいんだけど鼻かゆいんだけど、何今日何いる誰何鼻かゆいんだけど、というわけで下地を全体的に塗りますというわけで、このメイクアップスポンジ、こちらダイソーで買いましたスポンジを使ってファンデーションを塗っていきたいと思います。使ってるファンデーションはこれ、ポーランド城エクラタンジェルファンデーションです。美容液とかがいっぱい入っているファンデーションで、こんな感じを、なんかこうやってポン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 ってスポンジ取って顔にはたいて、叩いてだったスポンジ叩いていきたいと思いますって言うと思って叩いてて痛いってなっちゃうから、痛くしないであげてくださいねこういうスポンジを使うとこういう小鼻とかも綺麗に、細かいとこもねしっかりカバーできるので、スポンジは絶対に使うべき。これもピンク系のあのファンデーションで顔色を良くしていきます。で、あの日焼けしたんで、あもう堂々と言います、日焼けしたんで首らへんにも塗っとかないと、あのえあゆ太郎ここら辺黒いのに、ここだけ白いねっ
ってなっちゃうんで、あのここら辺にもなじませておきます。あぶね。はい、スポンジはね、私あの使い捨てでやってる、やってる洗えるスポンジもあるんだけど、洗うのがめんどくさいっていうのと、使い捨てじゃないちょっと不衛生かなと思って、私肌弱いから、だからスポンジをね、そんな変わんないですよ言うて、ちなみに言うけど自分守るけどそんな黒くないですよ。はい、というわけでファンデーションを塗りました。ファンデーションを塗ってお気づきの方いらっしゃるかもしれません。なんとですね、目の周りが私クマがひどくて、クマだの彫りだのが あって、まあ色素沈着などもあって目の周りが黒いので、この2つのコンシーラーを使ってクマやなんかいろんなものを消していきたいと思います。これナーズのコンシーラー、これイップサのコンシーラー、使いすぎてここにイップサって書いてあったのにどっか行きました。はい、ここからねクマを倒していきたいと思います。クソつまんねこのさ、私この線とかわかる、これこういうのも消していきたいと、まずこうなんか民族これをね、こうやって指でなじませて、え、すごくね、え、すごくない、さっきまでここら辺もうちょっと黒かったよね。感動するよねメイクって。本当にありがとう。ほらすごいよね。すごいんですよ。まあでも今のでだいぶ消えたんですけど、まあ、なんかこの辺がまだ気に食わないんで、このイプサのコンシーラーを使ってあのトーンを合わせていきたいと思います。こんななんかねないんだよもうでもさ、底縫いしてからが勝負みたいなとこあるから、何でもそうじゃないですか。あのさ、使い、もうカラッカラの歯磨き粉とか、カラッカラのさ、あの詰め替え用の入れ物とかさ、もうね、もう底見えしまくってる洗顔とか、やっぱあれって底見えしてからが勝負だから、まだ全然使えるのよね。このコンシーラーなんかあと半年はいけるんと違いますかってくらいいけます多分はい、というわけでコンシーラーが完了したので、ちょっとティッシュ&オフして、すいません、ティッシュオフです。ティッシュで顔を、余分なファンデーションやコンシーラーをちょっと剥がします。剥がしました。たら、したらね、この足かゆ、あのね、スックオイルリッチグロールースパウダーを、このね、矛盾してるんですよね。パウダーってさ、あのまあ天ぷらとか揚げるときもそうだと思うんですけど。まあね、濡れた天ぷらの具を天ぷら粉を使ってあの一回そのまっさらにするじゃないですか。こ
これだからまあ乾燥粉ってやっぱ蓋するからさ、乾燥、まあ、蓋するってすごい通用する、通じると思うんですけどなんかちょっと乾燥しちゃうのかなって思っちゃうじゃないですか。今までいっぱい保湿してきたのにパウダーをすることによってちょっと乾燥しちゃうんじゃないかなって思うと思うんですけど、天ぷらみたいな感じで、なんだけどこれはオイルが入ってるから乾燥しにくいんですよね。最初からそう言えばよかった粉なんですけどオイル入ってるんで乾燥しにくいんですで よかった普通に誰でもわかるこの文章で、はい、なんで私乾燥肌だから、乾燥肌じゃない人は絶対にこれは使うべきじゃないんだけど、よ多分よれちゃう。なんかこう私でも乾燥肌で逆にそういう保湿成分、オイルとかそういう保湿成分がないと顔がパリパリになっちゃうので、そういうのね、オイルパウダーを使って、オイル入りのパウダーを使って、オイルインパウダーを使ってで眉毛なんですけど、眉毛は逆にちょっと潤ってると眉毛描きづらいんで、イニスフリーのノーセパムのパウダーを使ってしっかりと描きやすい状態を作りたいと思います。これでやっと土台が完成しました。ここからはアートのお時間ということで、まずは眉毛ちゃん、いつも眉毛から行くんですけど、今ちょっとすいません、あまりにも配信で顔色が悪いんで、リップから入ります。これはクラランスっていうとこのコンフォートリップオイルっていうのを使ってて、ちょっと色がお分かりの通り色があるんだけど、まあ、薄い感じの色で、これをまあリップ下地みたいな感じで一回塗ってから、保湿してからなんか色のついたリップを塗っています。これもドダイトスでした何なんドダイトスというわけで、眉毛やっぱね、チークとほっぺのチークとリップでだいたいメイクしたなみたいな、変わったなってやっぱ出るよね。こちらのこれね、買い替えたばっかりなんですけど、ケイトのデザイニングアイブロウ、もう100万個買ってるみんな女子100万個買ってる、この女子マンもみんなこれ使ってるんですけどこれで眉毛描いていきたいと思います。あゆちゃんはプチプラ使う、あゆちゃんめちゃめちゃプチプラ使うよ、うん、うん、眉毛描いていきます。これね、フーミーのアイブロウブラシなんですけど、これを使ったら最後他のブラシが使えなくなりますってぐらいめっちゃいいです。はい、え、眉毛うまっ、眉毛うも、風鈴かと思ったパプリカなんよそれ、最強の筆でも、それぐらい私これ使ったおかげで眉毛人生が変わりましたって言ってもいいくらい本当に眉毛人生が明るくなったんですよ。なんか本当描きやすい筆に出会ってしまったと思って、それまでめっちゃ眉毛描くの苦手だったんですけど、
変わったんですよね、私の中で革命が起きました。お反対も書いていきたいと思います。眉毛はもうずっと脱色してるから髪の毛が明るいんで、色を抜かないと、まあ、こんな髪の毛明るいのに眉毛が真っ黒で眉マスカラを塗ってももう黒が勝っちゃうみたいな、自眉が勝っちゃってみたいなとこはすごい嫌だったので、眉毛脱色して明るい眉毛に、そうバランスよくしてます。まあこういうちっちゃいのも使えますけどね、眉毛ブラシは。そう、見方やばくね。なんかこっち側って顔のさ、ちょっと分かんない部分って難しい。でもできました、はい。ねえこれ気まず。反対にすればいいか、これ iPhone スタンド買わなきゃ。早く言ってよ、気になってたら言いなさいよ。髪の毛今あるかな、どこ行ったかな。髪の毛今ね、このいつもはこういうブロンド、もう金髪系の眉マスカラを使ってるんですけど、ドーリーウィンク、なんかちょっと違うの。わかった。なんかこれコスメあるあるなんですけど、なんかその中で化粧品がねえ反対にしても映ってるってした。ねえどうしたらいいの、ねえねえどうしたらいいの。化粧品置いたわ。よしよしよし。で、今日は何色これ？ピンクブラウンの眉マスカラを使っていきます。あらまあ可愛い色だこと。初のお年をありがとう。というわけで、あ、そう、顔ちょっと、
イシャドウ、これをアイシャドウに入りたいと思います。今日使うのはこれ、マキアージュのやつです。で、こういうちょっと肌色系のものを使ってベースを、またしてもベースを塗っていきたいと思います。土台作りっていうのはすごい大事で、みんなもそうだと思うんだけど、何事も。はい、基盤作り、土台作り。私は実はピンクベースなんです。間違えました、ブルーベースなんですよね、顔が。すいません、パーソナルカラーっていうのがブルベなんで、意外とピンクが似合っちゃうタイプの女で、だからピンクっていうか、まあ、プラムっていうか、そんな色を使って、はい、こちらガタネーから卒業祝いでもらったアイシャドウもピンク系の色、これを塗っていきたいと思います。はい、こんな可愛い色。は？可愛すぎて大声出たんですけど。やかましい。このね、スックのアイシャドウは高いんですけど、高いから正直自分で買ったことなんかなくてさマジで高いだけあるっていうか、ほんとラメがすっごい上品なんですよね。ほんと高さが分かる、高い理由が分かるっていうアイシャドウでした。なんで大事に大事に使ってます。またねがくれたアイシャドウということで、アイライン引いていきます。いきます、はい、アイラインはもうずっと初期から使ってる、何本もリピート買いしてるメイベリンのアイラインですね。私アイライン描くのそんな苦手じゃないんですけど、喋りながらってちょっと苦手。なんですいません、今すごい静かな、アイラインタイムだとか思って、あゆたろのアイラインタイムみたいな、何つまんな、だから止まっててください。あ、全然高さ違うけど、できた。こちらを使いました。これね、茶色と黒。こちらの色味はブラウンブラックというね、茶色と黒の色なんですけど、英語で言えばよかった。あとチーク塗っちゃおうかな。チーク塗っちゃおう、あかなって、ガサガサガサって、あ、だからもうこっちって言っただろうが。あれ、チークなんとお膝元にありました。はい、これ
これはリリミュー、指原さんのプロデュースしてるコスメのチークです。4番アンバーローズっていう色のチークを、なんか結構ねこうやっていっぱいつけた方がよくって、パッ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 、私クマがひどいんでクマを隠すようなのせ方、上目で塗ってます。チークはリップ、これハザリア公園で使ってたリップねリップねとか言ってうん、これジューシーラスティングティント24ペーリングアングドです絶対読み方合ってないんですけど24番って書いてありますね、うん、はい、ちょアイラインめんどくさ、間違えた、前マスカラだった。というわけで今からマスカラをしていきたいと思います。なんか結局マスクとかでさ、マスクだ、最近はなんかあれだよね、なんかニュースで見ましたよ、梅雨前線が復活した、何そのなんかこうね、私は普通の夏ライフを送りたいのにちょっと変なイベントが発生しちゃって、雨が、いやなんかねネットニュースになってたよ、梅雨前線が復活した、何ぞ怖っ。そうなんで私ニュース見るよ、普通にテレビでも見るよ、しかもねえ私テレビっ子だよ普通に。こうマスカラ最近はもう上げなくていいと思っちゃってる、だからなんか結局湿気とか、じゃあ私はマスクの蒸気でまつげ下がっちゃうから、あんまりもうもともと上げなければ苦しくなる思いをすることなんてないんだと思って、何言ってる、だからもうあんま（笑）そんな別にいっかなみたいな感じでナチュラルに生きようみたいな感じで、あ、なんか全然なんかしてないなと思ってたらハイライト塗ってませんでした。私ハイライト大好きマンなんで、ちょっとこのね舌がなくなってしまった、この上の方を使ってますけれども、なんだっけ、底見えね、これは底見えまで使ったんじゃなくて、あの落ちて、違う、なんかね落としてないのにこれがなんかはこう折っちゃってっていうか、割れちゃってっていうか、私でもこのコスメ落としてないんだけど、勝手に落ちて勝手に割れました、ポロって、なんかこう中に入ってるものがたまたまポロって、たまたま勝手に落ちて、まんまなくなってしまったんですよね。なんなんですかね、わかんないんだけど、なんかまあ
そういう化粧品メーカーによってなんかすごく割れやすかったりとか、中のものがこう取れてしまうようなものがあったりするんですけど、メーカーによってだから慎重に扱ってくださいみたいなのをお店から言われることもあるんだけど、これは別に何も言われなかった本当に怪奇現象かなって思うくらい、なんでか分かんないけど割れました。ピエン、ピエンの一言、はい、というわけでアイラインをちょっと足したら完成。あ、まだだった、髪の毛はまだ、髪の毛あれしてない、あれしてそれしてないからな、よいしょ、このジェミールフランメルティバターバームをもうこれマジ5年くらい使ってる、なんか10個くらい買ってるんじゃないかな、それぐらいずっと使ってるスタイリング剤なんですけど、足りませんでした。定番、この手に余ったのをこういう表面の前髪とか痒っ、完成わーできました。感じです。初めてのメイク配信、すごい緊張してたんですけど、ちょっと分かりにくい、分かりづらいことも点もあったと思うんですけど、大丈夫でしたか？とても楽しく、とても可愛い、本当ですか？ぜひ参考にしてみてください。はい、本当になったの？本当になった？でもメイク変わったかな、どうだろう、あんま変わってないかも、うん、どうでしょうか。運動量減ってるだろうに変わんない。でもさ、夏ってもう呼吸してたら暑くないですか
なんかもう呼吸をしてるだけで汗かきません、夏って。だから秋冬でちょっと怖い、もしかしたら体型がプニプニしてくるかもしれない、わかんない。秋冬怖いわよね。で、私代謝いいからな自慢じゃないけど、だから夏は呼吸してるだけで汗かくんですけど、まあ、そうですね、卒業してからもちゃんといろんなものをキープできるように頑張りたいと思っています。はい、代謝はある時突然なくなる、ちょっとやだ怖い。でも私本当に汗かきだから、汗かくちょっとかかなくなくなってほしいなってすごい思っちゃうけどな。確かに最近運動してる、してないです、だからだからしてないってば。だってなんでか知ってる？運動することが好きじゃないんですよ。はいはい、だからっていうのもあるかもしれないけど、だから私は配信するのが好きだし配信するのが好きなんですよ。気温に左右されることもないし、配信は神だよ、あのね、そう、テニスとかは好きなんですよ。卓球とかバドミントンとか何か物を追っかけるスポーツはすごく好きなんだけど、なんかなんていうか、走るランニングとかは結構苦手ですね、正直。なんかちょっと自分との戦いになっちゃうじゃないですか、基本的に。それがやっぱ苦手なのよね、苦手。ジャストダンスがあるからね、私にはやれってことね。今日なんか夜配信きびいかなと思ってお昼やったんですけど、なんか夜も配信できそうかも、夕方とか。だからもう一回どっちかやろうかなって思うので、なんか何かでご連絡します。まあね、多分サブアカウントだと思うんですけど。もうすぐ5位、本当？どれ？そうなの？ほんか緊張するから、あと1万くらい。すぐなの1万って。ちょっとごめん、見えないんだけど。なんか私のはさ、目標達成もだと3万ポイントって書いてあるけど、その上？ほ5位まであと1万1000とか、これね、なかなかちょっともうこれぐらいのフォントの
大きさじゃないと、ちょっと正直スマホで見るとこれぐらいじゃないですか。もうこれぐらいで書いてくれないって分かんないね、これ、うん、ねえここら辺書いといてほしい、でかめに。ちょっとじゃあまた後で配信しようかなって思います。楽楽本レベルにね、楽楽本ナッツ、あのね電話帳登録も簡単にできて、携帯の画面の下に1234って書いてあって、1を押すと、まあ、なんか一番近しい人に電話することができて、すごくおじいちゃんおばあちゃんにすごく慕われていた楽楽本あのじいちゃんにこれにした方がいいよっておすすめしたことがあるので、あのすごくあのあの詳しいかもしれない。はい、ちょっとした防水みたいな機能もあって、あのじいちゃんは車じゃねえわ、あのよく洗濯機の中に携帯をぶち込んで洗っちゃってたことがあったので、まああのワンチャン耐えれるかもって説明したことがあります。はい。というわけでですね、終われないじゃん。はい。また配信したいと思います。思います。見に来てください。じゃあランキング発表します。13位おたけさん、12位パンダのデイヨーさん、11位ハムちゃん、10位エイちゃん、9位堀脇さん、8位春風さん、7位ケロちゃん、6位エムデンさん、5位サイさん、4位 JT さん、3位里吉さん、2位ケガさん、1位マリモコさんでした。ありがとう。というわけでみんなサブアカチェックしといてねバイバーイ、感謝ありがとう。